暗闇の中で静かに燃える炎。この炎から日本人が長い間愛用してきた文房具、墨が生まれます。菜種油など植物油を豆苗のように燃やして取れるすすが墨の元なのです。白い和紙と真っ黒な墨、白と黒のコントラストの美しさは書道や水墨画などの芸術品まで発展しました。職人たちが精魂込めて練り上げた墨が日本文化の一面を支えてきたのです。今から1300年前、中国から伝わった墨は宮廷の役人や僧侶たちの間で盛んに使われたため、それ以来奈良の地で墨が作られるようになりました。現在全国の墨の 90% を奈良で生産しています。墨作りは今も手作り、仕上げまでの各工程がそれぞれ専門の職人によって分担されているのが特徴です。うなぎの寝所と呼ばれる奥行きの深い作業場の方々で何人もの職人がその腕を振るっています。すすを取る部屋、菜園室。豆苗の上にかぶせた陶器の蓋にすすがついていきます。一人の職人さんが担当する豆苗皿は200枚、1時間おきにすすをかき集めます。すすを取る職人さんは油を継いだりすすを集める合間に豆苗の芯を作ります。きめが細かく粒の揃ったすすを取るには太さや大きさが同じ芯を作らなければなりません。イグサの芯、畳のイグサの芯なんですけど、ある程度ちょっとこう湿り気っていうのがちょっとこうなかったら、もうプツ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 とこうそうめんが切れるように切れますしね。これ強くても、切れてしまうし、弱くてはこう緩んでしまうし、というのでこの感っていうんですか、これを覚えるのがもう一苦労でしたですわ。奈良の冬、盆地特有の冷え込みの中で墨作りは朝早くから行われます。墨が作られるのは10月から5月までの冬場の朝だけです。気温が高いと巣に混ぜるニカワが腐りやすいからです。朝6時、ニカワを溶かす作業が始まります。ニカワはすすを固める役目をします。
にかわを溶かす職人さんとすすを混ぜる職人さんとはまた違います。すすとにかわを混ぜる割合が炭の色やすり心地を左右するため、長年の経験と勘がこの作業には必要とされます。このすすとにかわの塊を炭の形に整えるのは型入れという作業です。足の裏、膝、腰、腕、全身に力を込めて炭を練ります。人の力で丹念に練ることですすとにかわをなじませていきます。型入れ職人の岡部さんは横浜出身、もう10年以上のキャリアです。高校卒業後、憧れの奈良へやってきて炭作りの世界に飛び込みました。炭の元は空気に長く触れて乾燥するとひび割れてしまうため、素早く膝の下にしまい込みます。そして必要な分だけをつまみ出し、梨の木で作った型にはめ込みます。一つ型入れするのに30秒とかからない早業。1日に1人の職人さんでおよそ500個の炭を型入れするそうです。午後2時、仕事が終わってほっと一息。めいめい専用のお風呂で一日のすすを洗い落とします。それにはこの藁でゴシゴシとやるのです。型入れが終わった炭にはまだ大量の水分が含まれています。炭を灰の中に埋めてひび割れしないように、徐々にその水分を灰に吸収させます。乾燥は普通の大きさのもので1週間、大きなもので1ヶ月、毎日毎日灰を取り替えていく大変根気のいる仕事です。灰はクヌギの木を燃やしたもの。これが初日の灰で、やや湿り気があります。そして、だんだんと乾いたものに変えていきます。再現、にかわとの混合、型入れ、乾燥、何人もの職人さんの手を経てきた炭は、最後に屋根裏で2、3ヶ月干されます。半年の時間をかけ、丹精込めて作り上げられた炭。そこには何人もの技と思いが凝縮しているのです。